まずミトホーリーホックです。442のシステムを予想しています。ゴールキーパー山口、最終ライン村田、松田、山田、成瀬、ダブルボランチは杉浦と武田のコンビです。右今日もスタメン永永、左に小原、前線2トップ、今日は寺沼と安藤のコンビです。一方のブラウブリッツ秋田です。こちらも442のシステム予想しています。ゴールキーパー囲い、最終ライン高田、阿部、川野、飯尾、ダブルボランチ藤山と諸岡、右に畑、左水谷、前線2トップが青木と斉藤啓太です。諸岡です。で、諸岡から裏のスペース、斉藤啓太です。キープして下げる藤山、入れ替わる、後ろへ水谷、さらに下げてシュート。秋田、諸岡大翔です。大谷さん、チャンスシーンでしたね。そうですね、今のなんかあの秋田らしいボールを斉藤選手の縦に出して、そこに起点を作って、それからつないでつないで中でシュートでしたよね。はい、ショートコーナーです。目線を変えてきます。杉浦から中へ、セカンドボール拾ったのは永永です。永永ミドルシュート、枠は捉えてましたがキーパーの正面でした。ボールはもうゴールに向かっていけば、いいボールが来ればそのままゴールインというやつですよね。はい、水谷キック、ニアで跳ね返します。拾った高田、高田はここからシュートを狙っていきました。ワンタッチあったということで、今度は逆サイドからのコーナーキックです。スペースを狙うとかっていうのは面白いアイデアなんですけどね。なるほど。寺沼から安藤、安藤は前を向きます。安藤、この安藤の推進力、安藤、安藤のシュート、均衡を破れました。前半のアディショナルタイム、決めたのはストライカー安藤瑞希。今のは安藤選手らしく、安藤選手らしいゴールですし、やはり自分の気持ちが困ってますよね。はい、そして掲げたのは怪我で長期離脱となった梅田海斗の20番のユニフォームです。そうですね、ずっとペアでやってましたしね、これドリブルから抜けにいって、その後シュートですよね。完全に相手のタイミングを逆に取りましたよね。ただこれ安藤選手っていうのは、これシュートっていうのはやっぱり自分の持ち味だと思ってますから、打てる範囲であればどんどん打ってきますよね。秋田からすればここ3試合ゴールが奪えていない中で、梶谷のシュート強烈、中村です。中村のクロスは旅立つジェファーソンの対応です。スローインに変わります。ちょっと距離があっても積極的に狙ってくるようになりましたね。そうです。ただ、まあ、あの前が空きましたからね、これはやっぱり狙わないと、フォワードとして見れば。中村、小柳、梶谷、さらには阿部、ファーサイド、ヘディング折り返す、中村、中村、中へ、梶谷、ゲーム終盤、同点に追いつきました、ブラウブリッツ秋田。リーグ戦4試合ぶりのゴールはこの梶谷に生まれました。大谷さん、やはり狙っていたセットプレーの流れからでしたね。そうですね、これうまくこれ外で勝って、小柳選手が折り返して、梶谷選手コントロールシュートまで早かったですよね。はい、ただここで頑張って折り返したことによって、この梶谷選手のシュートが生まれてますよね。藤山持ち上がっていく、そして左三上クロス、流れた、中村、山口ストップしました。決定機でした秋田。今のは決定的なチャンスでしたね。これ三上選手からのクロス、中でこう流れてきて、もう本当フリーでしたね。ゴールに向かってくる、拾った藤山から中へ、
まだボックス内、中村、中村のシュート、ブアニカのブロック。あ、そしてここでゲーム終了のホイッスルが鳴りました。水戸と秋田、勝利を目指して戦った90分間でしたが、今シーズン1度目の対戦に続いて2度目の顔合わせも1対1のドロー決着となりました。